青コーナーより全日本プロレス剛腕継承、その右腕に魂を宿せ、小島さとし入場。今日も行っちゃうぞバカ野郎、小島さとしが自慢の剛腕を引っ提げての入場であります。赤コーナーより新日本プロレス最強外国人はこの俺だ、スコット・ノートン入場。さあ、現代によみがえった潮流でありますこの男、スコット・ノートンが入ってまいりました。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー全日本プロレス183センチ112キロ、小島さとし。赤コーナー新日本プロレス188センチ150キロ、スコット・ノートン。レフリー、レッドシューズ・ウンノ。小島今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。豪快であります。ネックハンギングツリー蹴ってまいります。おっと、逆に捉えた。強烈に叩きつけてまいります。張ります。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。投げてまいります。起こしてまいります。腕を回します。ブレンバスターから前に落とします。リバースで返します。エルボーを入れていきます。こうやってプロとして戦っていますとね、ここかしら悪いところは必ず出るんですよ。首、腰、膝、肘とね、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。腕をフックします。耐えます。組みに行きます。ボディスラムで叩きつけます。起こします。さあ、バックドロップだ。さあ、常連外国人選手として長年新日本プロレスで激闘を繰り広げてまいりました剛腕スコット・ノートン。新日本プロレスの中で見事最優秀外国人選手の栄冠にも輝いたこの男、60センチを誇る上腕二頭筋は恐怖の具現化か。逆に返します。打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。ブロックします。バックに回ります。エルボーでブロック。
組み合います。逆に投げてまいります。逆エビ固めに移行してまいります。ロープにブレイクしました。行くのか、巻き投げで切り返します。ロックアップ、ネックブリーカードロップ、ストンピングです。カイナ力で締め上げてまいります。掴んだ、起き上がり拳のラリアット攻撃、絞り上げてまいります。エルボー、ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。全身でぶちかましてまいります。引き起こします。蹴りを見舞ってまいります。足を取ります。あっ、逆にパンチ、掴んだ、抱え上げてチョークスラム、のど輪か、バッと返した。すごい形相で締め上げていく。組み合った、させません。首根っこを掴んだ、エンドレスラリアット攻撃、フィニッシュになるか、カウント2、返しました。蹴っていった、ガジェット組み合った、場外に落とした。強烈に入りましたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。危ない、脳天2だか、リングに戻ります。あっと、ここで試合を止めた。青コーナーよりディックスレンダー入場。さあ、アメリカンプロレスの象徴がド派手に入ってまいります。赤コーナーより最強外国人はこの俺だ、スコット・ノートン入場。さあ、現代によみがえった潮流でありますこの男、スコット・ノートンが入ってまいりました。
ノートーン、ノートーン。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー185センチ、110キロ、ディック・ツレンダー。赤コーナー188センチ、150キロ、スコット・ノートン。レフリー、レッドシューズ・ウンノ。ノートン。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね。そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。腕をフックします。耐えます。ロックアップ、逆に振り返してバックからスリーパーに入ります。掴んだ、膝を狙ってまいります。バックドロップの体勢、ハンマーを振りかざします。組み合います。ボディースラムで投げてまいります。そのまま絞り上げます。ロープブレイク、行くのか、ロープに飛ばした。まあプロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。ええ、まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。コーナーに打ち据えてまいります。掴みます。この辺りラフに転じてまいります。組みに行きます。投げてまいります。この辺りの関節攻撃いかがです？ちょっと浅いですかね。そうですか。驚異的なパワーを生かした戦いを得意としておりますこのスコット・ノートン。初来日からすでに10年以上の月日が流れておりますが、その閃光を放つ潮流パワーにはいささかの衰えも見られません。こうやって一点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。掴んだ、ラフな展開になるのでありましょうか。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。起こします。行くのか、ロープに振って組みに行きます。そのまま倒してまいります。股間を打ちつけます。リバースで返します。ハンマーを打ち込んでいきます。組み合います。コーナーに振った、ショルダーをぶつけていきます。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。スリーパーで締め上げます。ロープにブレイクしました。チョップがうなってまいります。蹴りを見舞ってまいります。逆に振り返した、キックを打っていきます。レッグロックに持っていった、掴みます。させません。抱えます。ストマックに突き刺さります。チョップであります。ロックアップ、切り返します。膝を殺してまいります。掴んだ、ラフ殺法に転じます。あっと、逆に捉えた、ラリアット、至近距離、ストンピングです。
蹴ってまいります。足を狙ってまいります。組み合います。あと返します。ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。バックに回ります。バックドロップで叩きつけます。起こしてまいります。フロントからのキック行くのか。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。引き起こします。行くのか。逆に返します。粘着室よろしく。首を乗り固めに入ります。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。絞り上げる強烈。10分経過。10ミニッツパー。組み合った。顎を叩きつけていく。抜くのか。脳天食い打ち。パイルドライバー。一気に締め上げる。いけるか。ボディスラムで投げつける。エルボー強烈。奥歯を噛みしめた。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。水平打ち。蹴っていった。リバースで切り返した。頸動脈を絞り上げる。小股に挟んだ。脳天かち割った。パイルドライバー引っこ抜きか。あと逆に返した。いや消耗戦になってまいりましたね。そうですね、こっからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。リバースで返した。雄たけびを上げた。体を預ける。ロープブレイク、ロープブレイク。あっと返した。ビギナーフォーレッグロック。ここで無念のゴング。青コーナーより全日本プロレス、スティールジェームス入場。さあ、おなじみの顔であります。この男、ファンの声援に乗って入場してまいりました。赤コーナーより新日本プロレス、最強外国人はこの俺だ、スコット・ノートン入場。さあ、現代によみがえった潮流でありますこの男、スコット・ノートンが入ってまいりました。
ノートーン、ノートーン。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、全日本プロレス。頑張れ。188センチ、123キロ、スティージェームス。赤コーナー、新日本プロレス、188センチ、150キロ、スコットノートン。レフリー、レッドシューズ運の。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ボディスラムです。ブロックします。全身でぶちかましてまいります。ホールに入ります。ロープブレイクです。逆水平を打っていきます。ロープに振って DDT で繰り返します。掴みます。ハンマーが襲ってまいります。組み合います。豪快であります。ネックハンギングツリー、ロープブレイク。逆にバックに回った。ハンマーを振りかざします。あっと、バックに回った。レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。あっと、リバースで返してまいります。ロープにブレイクしました。おなじみのポーズです。驚異的なパワーを生かした戦いを得意としておりますこのスコット・ノートン。初来日からすでに10年以上の月日が流れておりますが、その閃光を放つ潮流パワーにはいささかの衰えも見られません。抱えます。ブレンバスターで切り返します。腕をフックします。逆に投げてまいります。掴んだ。あっと、返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。行くのか。あっと、叩きつけてまいります。起こし、強烈に締め上げます。ショルダークロー、ガードします。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。組みに行きます。投げてまいります。エルボードロップ落としてまいります。掴みます。逆に返します。ロックアップ、ボディスラムで叩きつけます。返してまいります。このポーズです。キックを打っていきます。フロントからのキック、リバースで返します。カウント2つで返してまいります。フロントに捉えます。フロントからのスープレックス、2位を落としていく。決めに行くのか。腕を回した。あっと、逆に投げていった。ストンピング強烈、
掴んだ。させません。サイドを取った。打たせない。腕をフックした。ストマックを狙っていく。至近距離からのラリアット、ストンピングを叩き込む。キック、ガジェット組み合った。ロープに振った。ああこれきついですね。そうですね。バックに回った。あっと返した。全体重を乗せたエルボー。組み合った。逆に返した。エルボードロップ強烈。締め上げていった。ラリアットものすごい。すごい形相で締め上げていく。ノープブレイク。10分経過。10ミニッツパー。掴んだ。フロントキック。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。頭を掴んでハンマー気味のパンチ。喉輪に捉えた。蹴り上げていく。タックルぶちかわし、ストンピング。いけるか。巻き投げで切り返した。気合を入れた。バックを取って、今頭打ったんじゃないですかね。猛点したたか打ちつけたか。組み合った。そのまま締め上げる。ハンマーを落としていく。ストンピング。抱えた。ブレンバスターで切り返した。頭を掴んで、あっ逆にパンチ。ブレンバスター行くのか。ストマックに突き刺さった。ものすごいグーだ。掴んだ。あっ逆にパンチ。あっとグーパンチ。あっと逆に倒した。剛腕ラリアット。エルボー強烈。あっと逆に切り返した。腰に手を回した。ジャーマン投げ捨て。エルボードロップ強烈。あっと返した。どっから来るんですかその力は。やっぱり意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。正面から投げを見舞った。さあさまざまなベクトルが絡み合うリング上、まさに感情のスクランブル交差点。いけるか。ロープに飛ばした。カウンターのパワースラム。カウント 2.99。 ガジェット組み合った。場外に落とした。場外に移行した。ラリアット強烈。落とした。いけるか。お気をつけください。水平打ち。引き起こす。ガジェット組み合った。リングに戻ります。攻めてる方ももうかなりきついと思いますよ。はい。小脇に抱えた。今首から突き刺さりましたよ。猛点直下型か。蹴っていった。組み合った。強烈に締め上げる。ハンマーパンチ強烈。
これで決まったか。カウント 2.98、 これでも決まりません。ガジェット組み合った、強烈に締め上げる、ハンマーを振りかざす、抱き起こす、ラリアット至近距離、立たせていく、組み合った、ボディスラムで投げつける、さあ決まるか。岸壁の母の胸に抱かれました。いけるか。コーナーに振って、あと強烈ショルダー、タイガー行くのか。タイガースプレックスで投げ捨てた、蹴り上げていく、サイドを取った、ドクターボムに持っていった、ロープに逃れました、腰に手を回した、エンゼラリアット強烈、20分フィニッシュになるか。青コーナーより01破壊王橋本真也入場。新日本プロレス最強外国人はこの俺だ、スコット・ノートン入場。さあ、現代によみがえった潮流でありますこの男、スコット・ノートンが入ってまいりました。今ゴングが鳴りました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。そのまま絞り上げます。行くのか。
フロントからのキック、ロックアップ、ロープに振って返してまいります。強烈なキックです。組み合います。倒してまいります。エルボードロップ落としてまいります。組みに行きます。ボディスラムです。ブレンバスターに取ります。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。ロックアップ、逆に倒します。驚異的なパワーを生かした戦いを得意としておりますこのスコット・ノートン、初来日からすでに10年以上の月日が流れておりますが、その閃光を放つ潮流パワーにはいささかの衰えも見られません。エルボードロップ、蹴りをぶち込みます。組み合います。逆に返します。引き起こします。腕を回します。高々と抱え上げてから前に叩きつけます。この辺りうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは流れを自分のリズムに持っていきますからね。ブレンバスターから前に落とします。ラリアット、至近距離、こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。あー、なるほど。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。ボールに入ります。カウント2つで返してまいります。腕をフックします。2位を突き上げます。抱えます。逆に投げてまいります。掴みます。キックで返します。組み合います。豪快であります。ネックハンギングツリー、ロックアップ、ネックブリカードロップで落としてまいります。起こします。組みに行きます。返してまいります。エルボー、ガードします。行くのか。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。スタンディングを取らせます。ロックアップ、巻き投げで切り返します。起こしてまいります。逆に返します。行くのか。逆に投げてまいります。ラフ殺法に転じます。掴んだ、チョークスラム、ハイアングル、さあ決まるか。ここでロープブレイク、いけるか。ロープに振って掴んだ。ここが攻め時ですね。相手にダメージがありますから、ここで一気に行きたいですね。抱き起こす、強烈に叩きつける。体を預ける、ロープブレイク、抱えた、リバースで返した。ガチッと組み合った、巻き投げで切り返した。あー、三角締めが入った。逆水平、10分経過、10ミニスパー、エルボードロップ、強烈、ラリアって、ものすごい、引き起こす、小脇に抱えた、エルボーで返す、一気に両立するのか。五臓ラップに染み渡るキック、ブロックした、バックを取って、バックドロップ、岩石砕け散る。
っと逆に返した。ロープに逃れました。爆殺シューターのローキック、喉割り捉えた。うっと返していった。起こした。垂直落下式 DDT が決まった。カバーした。3つ入りません。首根っこを掴んだ。けさ蹴り、けさ蹴り、けさ蹴りジャンプ。カウント入る。ロープブレイク、ロープブレイク。あっと返した。さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。組み合った。倒していった。そのまま体固め。ロープに逃れた。頭を掴んで毛先切りの雨あられ。カバーした。ロープブレイク。組み合った。ロープに振った。カウント気味になりましたよ。ブロッキー状況か。いけるか。ロープに飛ばした。キックが顔面を捉える。立たせていく。そのまま叩きつけていった。15分経過。15分。3ヶ月目。ロープに逃れました。テイクダウンを奪った。引きをそのまま絞り上げる。岩壁の母の胸に抱かれました。リバースで切り返した。ロープに逃れた。ガチッと組み合った。ボディースラムで叩きつけた。三角締めに捉えた。ロープに逃れました。組み合った。ロープに振った。ジャンピング DDT。 カウント入る。ロープブレイク。あっとそのまま倒していった。フィニッシュになるか。ここでロープブレイク。首根っこを捕まえてチョークスラム。どうか。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。コーナーに振った。ラリアット投げ倒し。熱すぎる戦いだ。歓声怒号が鳴りやまない。これぞ最強の格闘技プロレス。場外に落とした。場外に降りる。ラリアット強烈。うまく切り返した。いけるか。お気をつけください。強烈に入りましたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。ガチッと組み合った。お気をつけください。リングに戻ります。リングに戻ります。組み合った。ロープに飛ばした。ドロップキックが突き刺さる。20分経過。20 minutes passed。腕をフックした。あと耐えた。ガードした。出た。豪快パワーバーム。カウント2。返しました。首根っこを掴んだ。毛先切りをナタのように振りかざしていく。ここで持っていくのか。腕をフックした。DDT 完勝。
預ける。